どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、本日も恒例のですね、Gラボウクレレの販売と予約再開のお知らせでございます。今回ですね、すごいかなりビッグなニュースもちょっとこの情報の中に入っておりますので、ぜひともご覧になってください。販売と予約再開の日時なんですけど、はい、こちらです。2022年の9月25日の日曜日、お昼ちょうどより受付開始いたします。受け付ける場所は、この Gラボのね、販売ページ、はい、概要欄にももちろん貼っておきますけど、こちらで行います。まずですね、さーっとラインナップを紹介させていただくといつもの流れなんですけど、はい、わがままウクレレとか、ウスレレとか、このスタンダードモデルですね、これはめちゃくちゃいいですよ。もうね、うん、本当に大ヒット商品。ガズもこれはよく弾いてますけど、はい。このモデルがですね、在庫があるもの結構ありますんで、ぜひ皆さんこれ、明日のね、お昼にホームページをご確認していただきたいんですけど、在庫がどのシリーズが、何本あるかみたいなのが見れるような表になってますんで、そこでご確認ください。で、ガズのわがままウクレレっていうのはですね、フレットの数だとか、ピックアップがあるなしだとか、いろいろ選べるようになってるんですよ。仕様がですね。そのことについてですね、この動画のいつもなんですけど、一番最後の時にどうやったら選んでいいかっていう動画をですね、この動画の最後、ここら辺の時間で解説している動画貼っつけときますんで、ちょっとご覧になってください。で、あとね、ラインナップのご紹介ですけど、はい、前回からご紹介しているこのガズレレ G ラボブラックビューティーモデル。これがですね、今行われているガズレレライブでも大活躍でございまして、ガズさんもすごい気に入ってます。これはですね、結構早めの、お届けにはなると思うんですけど、これはね、ご予約をいただく形になります。このブラックビューティーめちゃくちゃいいですからね、はい。ぜひこれも見てみてください。そして、はい、こちらです。もうガズレレといえばこの王道モデル。ガズモデルの登場ですが、こちらのガズモデルもですね、ご予約をいただいてのお届けということになります。はい、いつもね、これ YouTube でかっこいいバージョンで使ってるブラックビューティーとこのガズモデルですけど、ぜひね、ご検討ください。あとね、はい、こちらに映っているヴィンテージシリーズとセミヨダ。こちらもですね、ご予約受けたまわっております。はい、これがね、あれですけど、今回ちょっとビッグなニュースっていうのはこちらなんですよ。はい。いつも最近のね、ガズレレ YouTube のレッスン動画でシンプル簡単バージョンで使っているガズのこの初めてウクレレシリーズ。この初めてウクレレシリーズっていうのはどういうウクレレかというと、ウクレレの最初の一本、これで始めてくださいということの初めてと、お友達とか大切にしてる人にウクレレをね、プレゼントしませんか？このウクレレでウクレレ始めないという意味の初めてウクレレということで、かなりリーズナブルで、すごくいいね、ウクレレになってるんですけど、こちらのウクレレ、Gラボの公式ページでも販売してるんですけど、なんとこの度、Amazon さんで、販売がされることになっております。というか、実はですね、もう販売されているんです。はい。ラインナップとしては、このコンサートモデルと、ソプラノモデルがあります。はい。皆さんもちろん、このソフトケースも付いてますからね。はい。で、これを買っていただくと、チューナーとセットのやつもあるんですけど、まあ、いろいろあります。そうですね、この、見てください。小冊子付いてますからね、これプレゼントするときも、これでレッスンができます。こんな感じで。中もすごく分かりやすく、チューニングだとかいろいろこんな、感じでデザインされたものがこう入ってますんでね、曲も入ってるし、これおまけでついてますんで、この小冊子が。はい、そしてこのソフトケース開けると、はい、こんな感じの、はい。これはソプラノサイズでございまーす。ちょっとね、最近ブリッジの形がリニューアルされたんでね、またまた可愛らしくなってます。はい、これ、見てください。初めてウクレレの、ウクレレ、これリーズナブルでウクレレなんですけど、これが Amazon で、ゲットできるようになりましたよ。もう今すぐご購入いただけます。Amazon の検索ページに、こんな感じにガズレレスペースウクレレって書いていただくと、こんな風に出てきますんで、内容をご確認の上、もし気に入ったら Amazon でポチッとすると、すぐに届くようになっておりますんで、ぜひ Amazon、チェックしてみてください。そしてこの Amazon ではですね、今ご紹介した初めてウクレレ以外にもですね、こちら、知ってますか皆さん。ガズレシピってアプリがあるんですけど、そこから、派生した本がですね、あるんですよ。これガズレシピ。すごいよ。ガズレシピ怖いぐらい弾き語れる。これ、この本はですね、これ見てもらうとわかるんですけど、かっこいいバージョンの表記も載っている本なんですね。これガズレレが独自に出版している本なんですけど、こちらの楽譜も、なんと今、Amazon でご購入いただけることになっています。つまり Amazon の中に、この G ラボのショップが今もありますということでございますんで、ちょっと Amazon を見てみてください。もちろん公式ホームページでもですね、受け付けておりますね。どちらでも、ご都合よろしい方で、いいと思うんですけど、お願いいたします。そういうことでちょっともう一回ご確認なんですけど、はい、これね、
2022年9月の25日の日曜日のお昼ちょうどからガズのウクレレたちの販売と予約が再開されます。はい。そして嬉しいお知らせとしては、ガズの初めてウクレレシリーズとかグッズなんかはもう Amazon JP で、ご購入いただけるよということで、こんな感じでガズレレスペースウクレレというふうに検索していただくといろいろ出てきますよということのご案内でございました。はい。で、先ほども言ったんですけど、ガズのわがままウクレレシリーズとか、この、ガズモデルとかね、いろいろね、フレットの大きさだとか、ウクレレのね、そもそものコンサートサイズとか、テナーサイズ、ソプラノサイズとか、ピックアップがついてる、ついてないとか、いろいろ仕様がですね、皆さんお選びいただけるということになってるんですけど、どうやって選んだらいいかわかんないという方もかなり多いと思いますので、この動画の後にですね、その、どうやって選んだらいいか、どんなことが選べるのかという動画を過去に撮ったものを貼り付けておきますので、ぜひ皆さんお時間ある方、最後までご覧になってください。それでは皆さん、よろしくお願いします。明日公式ホームページで覗いてみてください。はい、じゃあ動画貼り付けますからね。さようなら。よろしくです。全体の、ラインナップご紹介していきましょう。まずはですね、こちら。ガズの初めてウクレレ初心者様にも本当に最もおすすめの初めての一本にもいいし、これでウクレレ始めてよっていうね、プレゼントにも最適という、これリーズナブルでとってもいいウクレレ。これが、これは販売再開です。これ注文いただいたら2、3日中にはこう発送されるというものなんですけど、まずはガズの、わがままウクレレからいきましょう。わがままウクレレ。はい。これわがままウクレレって通常のボディの厚さで、このウクレレはコンサートサイズですけど、これソプラノサイズとコンサートサイズと、あと、テナーサイズが仲間入りしております。テナーサイズのウクレレ前回からね、仲間入りしてるんですけど、このガズのわがままウクレレの特徴は、まず、ピックアップがついてるかついてないかを選べますということと、あとはね、フレットの数が選べるんですよ。7フレットモデルとか12フレットモデル。コンサートだったら16フレットだったっけ ?15 フレット。ちょっとホームページ確認してください。とにかくいろんなものを選べる。で、選べるのはいいんだけど、ちょっと私どうやって選んでいいかわかんないよという方もいらっしゃるんで、その方のために私がここにリンク貼っておきます。ここでですね、どんなことが選べるか私が解説してますんで、ガズのわがままウクレレのことと、あとそうだ、これも今一緒に言えばよかったな。はい、これ。同じウクレレに見えますけど、ボディの厚さが薄いでしょ。これ、薄レレという G ラボのね、もう本当に力を入れてるやつで、ボディの、厚さが薄いから、案外慣れが悪いように思うんですけど、そんなことなくて、めちゃくちゃでっかい音がする、すごくいいウクレレなんですね。これ、ガズのわがままウクレレと薄レレは、ほぼ、オーダーの仕方一緒なんですよ。ピックアップがあるとかないとか、フレットの、この数が、ほら、ここ見ても全然違うでしょ。ほら、こっちのテナーサイズですけどね、こんなのある。大きさが、ソプラノコンサート、テナーから選べて、フレットのサイズがピックアップありです。これ、薄レレも、わがままウクレレも両方選べます。はい。それ、さっきのところで選び方を見てください。あと、それとですね、最近ガズレレが使っている、ここにこれちっちゃいソプラノサイズの薄レレがあります。これも一応写しておきましょう。だから大きさがさ、これ全然違うんだよ。今ちょうど、テナーと、コンサートと、ソプラノがあるんで、この3兄弟みたいになって、こんなに大きさ違うんですよ。面白いですね。ということでございます。はい。そして、いつも最近ガズが使っている、もうめちゃくちゃいいウクレレ。これ、ガズモデルも予約注文再開です。これはもう見てくださいよ。この木目。ものすごいことになってます。いつもこれね、ガズレレの YouTube 最近これで撮ってるんで、もうおなじみだと思うんですけど、これはもうね、超一級品ですよ。こちらの方もホームページに明日出ますんでね、じっくりご覧になってちょっとご検討ください。そして、このね、ガズモデルも選べるんだ。これ、ボディの厚さとか。盛りだくさん。これ、見て。すごいですよ。この木目といいですね。はい。ガズレレと G ラボの、チームで今回新しくリリースするウクレレのシリーズです。で、ちょっとこのヘッド部分、ここにですね、今度新たなロゴマークが入ります。ちょっと今までの G とは違う新たなラインです、これ。ちょっと、紹介させていただきます。これはですね、G ラボとガズレレが今回新しく出るシリーズのヴィンテージシリーズという新しいラインナップになります。はい、これ。ヴィンテージシリーズということで第1本目。このシリーズが発売になります。これはもちろん予約受付になるんですけど、これ今映ってるのはね、コンサートサイズなんですけど、これはサイズ選べます。コンサートソプラノ2つの種類で、フレットの数もこれはね、結構見て、12、13、14、15、16フレットなんですけど、12フレットか16フレットか選べるとか、ソプラノだと12フレットか15フレットとか選べるというふうに、このポジションマークを見てください。すごいでしょ?凝ってます、すごく。はい。で、ここのポジションマークも赤いドットだったり、はい。こだわりがすごいんですよ。この、まず一番見てもらいたいのは、このトップの、木なんですけど、これはですね、もう選び抜かれたベトナムでもね、もう本当に、最高の、
木材を使用しております。はい。で、この横のバインディングもこれ木材になってますね。で、これ見てください。このサウンドホールに丸く巻いてある、これロゼッタというものなんですけど、今回、ここもですね、貝でございます。すごいゴージャスな貝で、やっぱりこの塗装の感じとこの、この貝の感じとかね、すごくこうゴージャスなムード。あとこのポジションマークもね、同じ、貝が使われておったりとかですね。まあ、この辺がですね、やっぱヴィンテージ感とかとろける、サウンドにふさわしいなんか感じかなというふうに思います。ブリッジはあえてね、ヴィンテージシリーズということで、こうシンプルな四角い形のものを取り入れて採用しております。はい。この辺の仕上がりもすごくね、手が込んでいるんで、ほんとですね、見ていただきたいなというふうに思う一本なんですけど、はい。こういう細かいね、仕様なんですけど、今回新たに、この G ラボットガズレレのヴィンテージシリーズの、詳しく、それを書いているホームページを、作っております。そう、ここに、そのページ、詳しい、スペックはここでちょっと確認していただきたいんですけど、ちょっと弾いてみましょうか。この音ですよ。ガズレレ G ラボのウクレレに加わったメンバーがおります。かっこいいですよ皆さん、まず見てください。はい、ハードケース付きでございます。このケースがすごくいいんですよ。はい、ケースを開けますね。何が出てくるでしょうか。タラ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 、うわーすごいんですよ。いきます。はい、ドン。こちらのモデルが今回新しく発売になった、G ラボガズレレのですね、はい、オールブラックモデルというふうに命名しようと思ったんですけど、名前はで、付けました。ブラックビューティーということになっております。見てください。もうカメラが映ってるんですよ、ほら。もうこれね、まあ、つまり、漆黒のね、美しい真っ黒木なんですよ。で、このトップだけバインディングといって、この縁取りが入っています。こんな風に。はい。ピックアップは、付ける、付けない。お選びいただけます。で、ブリッジはいつもの形。ここ見て、この、これロゼッタって言うんですけど、ここがですね、アバロン貝というすごいゴージャスな貝が使用されており、ヘッドもちっちゃめのヘッドで、ヘッドにもこのバインディングというこういう縁取りが入っていますね。ここの G のマークもアバロン貝というので、あしらっておってですね、このペグはいつも言ってるように、ガズレレ G ラボのウクレレではもうスタンダードなストレートペグなんですけど、これギアが入ってるからね、すごいチューニングしやすいです。はい。このネックにもこの白いバインディングが入っていて、まさにブラックビューティー。ちょっと弾いてみましょうか。いきますよ。これはですね、ガズさん、この、黒いモデルすごくいいなと思ってて、ちょっとかなりね、もう半年1年ぐらい前からこのウクレレを、サンプルをですね、ベトナムにいるウクレレビルダー、モジャ、川上くんとですね、もうすごい何回もやり取りしてですね、このボディの厚さだとか、このバインディングのこの太さだとか、この音の仕様とか、この、ヘッドのムードのこの感じだとか、もうずっとやり取りを繰り返して、やっとこのタイミングで皆さんにこの、ウクレレをですね、お届けできることが、決まりましても、本当に嬉しいです。これめちゃくちゃいいですからね。ちなみに、これ今コンサートサイズなんですけど、はい、よく見てくださいね。もちろん、ソプラノサイズもございます。ほら、ちょっとちっちゃい。かわいいでしょ。これですよ、これ。はい。これが、今回ガズレレの、ほんと、目玉、ニューカマーですね。ブラックビューティーモデル。皆さん覚えておいてください。ガズレレ G ラボの新しいウクレレのモデル名、ブラックビューティーですよ。はい。この、アバロン貝のポジションマークと、このネックの縁取り。これ、バインディングって言いますけどね。素晴らしいでしょう。本当選び抜かれたね、ベトナムのもうとっておきの木材使っております。ちょっと塗装が黒いから木材見えないんで、ちょっとね、みんな心配かもしれないですけれども、ものすごいセレクトされた最高の木材使ってますんで、まあ、もう本当にいい音で弾きやすいですよ。はい。ちょっとじゃあ皆さん気になるお値段なんですけど、はい。こちらのソプラノモデルはですね、ピックアップ付きで、
98,000円ということになっています。ピックアップなしだとマイナス3,000円。こっちのコンサートサイズはピックアップ付きで112,800円ということなので、ピックアップがないモデルご希望だったら11万円ぐらいでね、買える。かなりね、あの G ラボのウクレレの中ではこの塗装がね、このしっかりこう作り込んであって塗装が、しっかりしてある、ものなのに、かなりリーズナブルな、値段設定になっていると思います。はい。それとですね、あとセミオーダーウクレレっていうのがあります。セミオーダーウクレレっていうのは僕一本も持ってなくて皆さんのお手元に届くやつ、皆さんのそれぞれがいいなと思うのを選んでいただいて、その人だけの一本をこう組み込んでいくセミオーダーですね。それも明日予約注文です。カラーバリエーションも見てください。こんな感じでいろんなカラーがありますよ。こういうのも選んでいただいたり、それこそポジションマップの形とかいろいろ選べるようになってます。その辺のこともね、ちょっとここに動画貼っときましょう。リンク貼っときます。この辺でセミオーダーのこともちょっと見てもらうとね、もじゃくん一生懸命こう解説してるんで見ていただければと思います。